あ、じゃあよろしくお願いします。週刊メニューです。で、今日はちょっと、趣を変えまして、すでにできてるやつがありますんで、ちょっとそれを三好さんに見てもらおうかなはい。と思ってまして、で、ここで共有すればいいですね。三好は何も、あ、そう案ですをね。出してないやつってことあ、そうそうそう。ですね。そうですね。あ。あ、じゃあ共有をして、画面の共有。なんか出てきました。これが GLSL ってとこで作った。もう GLSL はまあいろいろサウンドボックスってことで、GLSL サウンドボックス、あ、これって見れてますか？はい、見えてます。GLSL サウンドボックスというサイトがあってですね、こういう GLSL 用のコードを書くと、全部それがコードとしてできるってやつで、これ昔にちょっと書いてたやつなんですけど、この丸ってやつが、こう丸を書くやつなんですけど、ここのあ、本当だ、丸。タイムでこの時間が変わりまして、時間じゃない、タイムで時間が変わると、色が変わるようになってまして、はい。で、インテンシティをこうかけると、このネオンっぽい効果が出るということです。綺麗ですよね。そしてですね、で、あ、これが9.999ぐらいがいいのかな。1でもいいんだけど。1とかにすると、どんどん、つまり、前回で書いたやつが残ってくので、これでまあ、なんならこういういたずら書きが全然残るという、たわいはないんですけども、まあ、こういうのが、こんな短いコードで書けるっていうねえ、やつで、で、短いですよね、これ。なんならこの、あ、だから、このコードを消すとかもできるんだ。こうやると、まあ、これで一筆書きでなんか書けば、まあ、まばゆいですね、絵もなんか描けるかもしんないっていう感じですね。まあまこれで絵を描くのはだいぶテあ。クニック が必だ要から、そ例えば色を赤だけにしとけば赤でもう。絵は描けはするんでって感じですかね。あと、まあ、マウスのクリックが取れたかな。クリックしてる時だけ描くとかやれば、もしかするとちゃんと本当に描けるようになるかもしれない。そんなあったかな。今は青のタイミングのはずとか思いながら押すんですあ、そうね。そう、これはですね、もう、色を見て気持ちでこう書くしかないんです。なんかこう、点々ぼちぼちを増やしていくとだんだん気持ち悪くなっていうね。別にクリアもないんですが、どこだっけな。なんか。黒があるから、まあね、黒い時だけを狙ってやれば消えてこうくやれるば、し。まあ、消すのはできるんですけど。っていうやつで、逆にその、何でしたっけ、前回、はい。あ、前回。じゃない、その1.0なんか低い値にああ、すると、そうですね。これを0.9ぐらいにすると、全然消えてっちゃうんで、まあ、光の玉が飛ぶのが見えるああ、人玉っぽいっていう。あまあ、れそうでですすね。もうちょっと、95ぐらいに。ね。人玉になりましたね。99ぐらい。いや、99ぐらいでも全然消えてっちゃうんですけど、ね。ああ。このなんか全開を残すっていうのが、もしかすると他の GLSL 使ってる人が残してない、やってないテクニックかもしれないんで、まあ、ここはちょっと見てもらうといいかな。つまり同じテクスチャーでどんどん書いていくんですけど、消えていくっていう感じですね。あ、だからこれを使うとですね、フラクタルが実は書けたりしますね。あれですね。フラクタルが、ここの部分をこっちにコピーするっていうのをやっとくと、つまり、グリグリって書いたやつが残りつつ、こっちにちっちゃくコピーされるんで、フラクタルが、書けますって、口で言ってもしょうがないですけど、まあそういうコードもまあ、なんならありますんで、そうですね、正方形を、相似な形で二分割するとかね。
半分割するとかいうのは、あの勝手にできますね。あの、うんうんうん、自分がその形を知らなくても、そのように書いておくとできたりします。まあ、口で言ってもしょうがない、ね。まあ、こういう、この技術を知っておくと、私の方からまた、あ、これができるんだったら、こういうのできませんとかって。あ、いや、そう、そうなんですよ。あの、この間やった、うん、あれですよね、なんだっけ、あの、マンハッタンじゃねえ、あの、何でしたっけ、点からの距離の。あ、ボロノイ？あ、ボロノイとかも、だから、これで書くと、書けますね。はい、お、実はだからあれは、ボロノイ的なやつを、この、こっち側の論理で、あ、これはつまり、1個の点に関して、これを、このメインの計算を全部やることになってるんですよ。はあはあ、この点1個ずつに対して、これを平行で全部やっていくことになってます。だから、あの関数が少ないっていうか、そんな感じになってますね。はい。あ、それ自体はだから、ギャラリーに行って、ここのニューシェーダーってやるのと、あ、これがなんかサンプルのやつですね。これはつまり、マウスや時間を使って色を変えるっていう、まあ、さっきの自分のやつと同じようなやつですけど、ね、なんか、いやーっていう模様ができる。でも、つまり、1点ずつの計算はこれで行ってるので、で自分のポジションはこれで取ってる、全部こう計算が変わるっていう感じになってます、ね。というお話でした。昔のカサスのなんか CM 前みたいな。ああ、フルっぽいですね。フルっぽいのありますよね。ギャラリーに行くといろいろあるんで、みんなが作ったやつもね。どれがいいですか、ね、怪しげ。あ、こんなんとか。おう。あ、なかなか素敵ですね。うん。筒が伸びてますね。これね。あ、これはみんなが作ったやつがここに上がってますね。はい。これとか。もうこれぐらいになると多分コードも、あ、でもコードが、あ、いや、あ、コードちょっとな、やっぱ長めですね、これぐらいになると、ああ、こういった感じで、じゃあもう一度自分のやつは、あ、自分のやつに戻れないからあ、自分のやつこれですね、はい、はい、では今日はこの辺、はい、GLS で作ったなんかたわいのないサンプルをご紹介ということで、ありがとうございます。そうですね、あのこれへの アドレスとかは後で概要欄に貼っときますので見てくださいねということで、どうも、じゃあ今日これで終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あら、今日は違うな、撮影の停止がわからない。高評価ボタン。あ、いや、そうですね。チャンネル登録よろしくね。